ちなみに去年の今頃ってどんな感じでしたか去年の今頃はちょうどスリースタイルがあってそのレッドブルのはいでもとにかくそれにもう全部神経注いでて、うん、すごいナイーブな状態になってた感じですね当時付き合てた彼女にもかなりあのきつく当たっちゃったりとかいろいろあったかなりそうすナイーブな時期だったっすかねその時は 3年前とかってちなみにどうですか ?3 年前は、僕あの、DJ ももちろんやってるんですけど、その前に、あのヒップホップグループを、5人組のヒップホップグループ組んでて、それが10年ぐらいやってたのかなで、なんかその、エージェントがつくみたいな話になって、で、こういろいろ、なんか、仕事持ってきてくれるんですよね。で お金にはなってないんだけどなんかこううまくいってるような,なんか空気になっててで「俺らいけるよ俺らいけるよ」みたいな感じになってでそのメンバーから「お前 DJ やんのかうちのグループでしっかりやんのかどっちなの?」みたいなでその時僕そのもうまあ同調圧力っまあ自分の意思ももちろんあるんですけどちょっとその DJ を一回もうほとんどやめちゃって当時15本ぐらいあったのを2本ぐらいまで減らしちゃって。 で、もうとにかくそのグループに注力してたっていう感じだったっすかねなんていうチームなんですかオーシャンズっていうグループでしたオーシャンズは今どうなってるんですか解散しましたね、うん、結果じゃあそっから DJ の本数を減らしてオーシャンズの活動をやりながら、はい、また DJ に戻ってくる、はい、そうですねそれってどういうきっかけっていうかどういう流れだったんですかまあ結局その、まあ、僕、DJ、がやりたたいから、まあ、東京出てきたんですけどその 結局音楽がやりたかったのにそのオーシャンズがダメになっちゃっていやこのままなんかなんつうんだろうこうくすぶったまま終わっちゃっていいのかなみたいなそれでもう一回こうなんつうんだろう自分の中で DJ に向き合おうっていう形でこう再スタート切ったっていうか。 それがいつ頃ですかそれがえー、っとね2年、まあ本当さっき言った3年前とか2年前とかななるほどなるほほどどって感じですかねで僕はその今日まあ来てる一斉と東京ブルーっていうパーティーやってるんですけど、まあ、なんで始めたかっていうと、まあ、お互いにちょっとこうくすぶってていろいろでよく遊んでたんですけどでその時にいやちょっと俺らでなんか新しい面白いことやろうよみたいなちょっと革命起こそうよみたいな。 そういうい感じから東京ブルー始めてで東京ブルーとそのレッドブルーのファイナリストになったことで自分の今まであった環境がすごくこう変わってったっていうかなんかこういい方向に転がるようになってきたなっていう感じですかね。